皆さん、こんにちは。ちはウィークリー・ウィズセイビズセ h s a です。今回は、大川隆法総裁、竹之内の宿根の霊言温泉霊言をご紹介いたします。なぜ日本なのか。稲作は宇宙文明として日本から世界に広がった。中華思想を覆す、雨のやが神文明3万年の真の地球史というテーマでお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。それでは、なぜ今このご褒話なのでしょうか。 はい。えー、実は、えー、この霊言は、えー、前回の5月14日収録による、竹の内すくねの霊言神、信仰、国家に先立って、えー、約、えー、一月半前の3月29日に収録された、音声のみの霊言なんですね。えー、だからあ、そもそもなぜ今、竹の内すくねが出てこられたのか、 その理由からあ説かれています。それは、日本の歴史を聖徳太子も竹の内のすくも実在しないと言って、奈良時代以降の1300年に縮めようとする動きが今出てきているからなんですね。なぜそのようにこう日本の歴史を縮めようとしているのでしょうか。そうですね。日本の歴史が短くなって得するのは誰でしょうね。 短くするだけではありません。聖徳太子や竹内宿根など古代の天才を実在しなかったようにしようという動きもありますね。うん、まあ坂本龍馬であったりまた吉田松陰かも歴史教科書から消し去ろうとしてますけれども、実在した証拠がたくさんあるのにもかかわらずそのような動きがあるのはやっぱりおかしいですよね。おかしいですよね。はい。 で、じゃあ誰がそういうことを推し進めているのかというと、実際は歴史学者なんですけれども、この歴史学の中に入っている唯物的歴史観。これが問題なんですね。うんえー、物的兆候がなければあ、それは真実を認めないというふうになってくると、もう伝承によって伝わるものというものは、どんどんそれは真実ではないとされていってしまいますね。それは歴史学の中に入った唯物論であると。 いうふうに言うことができると思います。それが本来の歴史学を歪めてしまうとしてならば大きな問題があると思いますね。そして結局その優物的歴史観は平凡な人民が歴史を作ったという歴史にどうしてもしてしまいたくなっていくような思想的構造を持ったものであるわけなんですね。ですから この偉人が歴史を作ってきた。そういう神の指導を受けた偉人の歴史というものをなくしていこうというような動きになってしまうという。これが大きな問題であるというふうに思います。そして、そういった流れの奥で得するのは何かというと、実はこの有物資観というものをもとにしてできた共産主義国家、中国。 これを利すする動きにななっていくわけなんですね結果としてこう中国が漁夫の利を得ることになってしまうんですね。そうですね。はいまあ、これもこう中国の文化侵略の一環ということになるんでしょうかそうですね。あのまあ日本の中にもやっぱりそういう採思想を持つ人がたくさんいるから教育を使った洗脳というものがの戦後一貫して行われているということが言えるんじゃないかと思います。またあこれは日本だけででなくアメリカでも 今、教育の中に左翼思想が入ってきて、これが大きな問題となってきているんですね。若い世代がどんどん共産主義的になっているというのが、今のアメリカでも問題になっています。これも気をつけないといけないですね。そうですね。そして、もう一つ、この歴史を短くする流れというのがあるんですね。それは何かというと、実は意外なことなんですけれども、日本新党系の一部から、 この古事記、日本書紀以前の日本の真の歴史の復活を願わない霊的な動きっていうものが出てきているんですね。うん、それはどうしてなんでしょうかそうですね。これは、やはりその勝者による歴史の書き換えっていうものが行われてきた。真実の歴史が明らかにされると、その書き換えられる前の歴史が表に出てくるということで、それまでその日本の歴史の中心にいた存在が ああ実は雨の御親神の方が上だというふうになってくるとお相対的にその位置が下がってしまう、うんえー、これに対する抵抗というものがこの日本神道系の中からも一部あるということなんですね。うんまあ、具体的にはどういった民族神がそういう主張をしているんでしょうかえ具体的には雨の皆の主を名乗る神の一部や、えー、国と子たちの神と。 言われる民族心ですね。ゴフの科学にに置きまして、日本浸透系の霊験が進み、雨の身中の神と言われる存在は、えー、十数名いたということ。そしてある時期の日本の地方の豪族であったということが、まあ、分かってきたんですね。そしてその中には裏の世界の天狗に近い存在も入。 神道の中に天狗信仰も紛れ込んでいたということとなんですね,そうですね、まあ、天狗信仰とかあるいは狐に代表されるような動物信仰も紛れ込んでいるのが今の神道の現在に伝わっている姿ですので、まあ、その中の裏信仰やあ動物信仰、うん、こういったものをもう一回排除して正しい本来の「雨の御用や神」を中心とするをる。 表の神道に戻していく、そういう流れが今始まってきているということなんですね。また、国と子たちの神といわれる存在も、桂木さんの付近を治めていた豪族の長だったということが分かってまいりました。民族神としては、ある時期ある地域で一定の仕事はされたのでしょうけれども、 より高次な地球神、動物種である雨の御親神の存在を受け入れられるかどうかが今後のお別れ目になってくるというふうに考えます。天狗会や仙人会が強いと言われているこう日本霊界の整理も今進んでいるということなんですね。そうですね。それでは今回の霊言のポイントについてお願いいたします。はい。三点に絞ってお伝えしたいと思います。え第一点は。 神の視点から見て正しい日本の歴史を明らかにしなければならないという点です。それは日本神道の最高神は民族神ではなく雨の御親神であるということなんですね。そしてその雨の御親神は宇宙から地球に文明をもたらした地球思考神であり、動物種でもあると。 ということなんですね。第2点は、中国を完全に尺服するには、超古代文明としての、雨の三親神文明を立てなければいけない、ということなんですね。日本が世界の影響を受けたというのは、この近い歴史の中ではあるんですけれども、それ以前に、本来はこの三万年の歴史の中で、日本こそが 中国や世界に大きな影響を与えてきたという点ですね。そして第3点は文明は一本調子に上がっているわけではないということなんですね。上がったり下がったりしながら大きく花を咲かせる時が来るという点です。はい、それでは第1点のポイントについてお願いいたします。はい、第1点は 神の視点から見て正しい日本の歴史を明らかにしなければならないという点です。それは先ほども言いましたように、日本神道の最高神は民族神ではなく、雨の御覚神という3万年前に宇宙から地球に降臨して文明をもたらした地球思考神であるということなんですね。 そしてまたその雨の御親神は,はエル・カンターレこの宇宙神でもあるエル・カンターレの本体に近い存在であり動物種でもあるということなんですねそして民族神としては誰が初代天皇であるかという点が古代史の謎としてありますそしてこの日本神道の中での初代天皇争いというものが霊的にあってそれが この雨の御親神の真実の歴史が明かされるということを例的には阻んでいる一つの原因にもなっているわけなんですね。歴史的資料としては、日本では雨の御親神について説かれているのは、ほつま伝えという資料があります。その中で、日本の最初の神は雨の御親神の神だというふうに伝えられているわけなんですね。 今この画像でも出てると思うんですけれども、発、えー、末体には不思議な古代文字があ書かれています。今現在は江戸時代の写本しか残っていないんですけれども、これが真実の書であるならば、成立は古事記日本書紀よりも前のものだと言われているんですね。えー、また一説には、 竹の内のスクがまとめたものではないかというふうにも言われております。この不思議な形の細間文字なんですけれども、実は日本語として解読可能であり、この模して文字としてどの形がどの音に当たるのかという、こういう表も伝わってきているんですね。この古代文字につきましては、幸福の科学の霊さんによると、宇宙から伝えられた文字であると、 ということも言われております。ここにあるのは、2019年1月、今から2年前に、えー、発刊された書籍、雨の三代鏡の霊言となります。これなぜ2019年に出されたかというと、その年の映画、世界から希望が消えたなら、の主人公が、三代や誠という名前なんですね。えー、その三代や誠という名前は、 この雨の三親神の神の名前から解かれているんですけれども、その時に出された書籍となります。そしてこの中に収められている最初の雨の三親神の霊言は、実は2015年に取られたものなんですね。その導入の解説で、古事記日本書紀とホスマスタへの初めの神の違いとして以下のように解かれています。 それでは、牧山さん、朗読をお願いします。はい。西暦712年成立と思われる古事記は、日本文、変態漢文で書かれたような歴史書になっているので、神話性が非常に強く出ています。一方、720年ぐらいに成立したと思われる日本書紀の方は、全部漢文体で書かれています。これは多分、外国向け、外国といっても、主として、 中国向けに日本の歴史を示すために書かれたものだと思われますが、この日本書紀の方では、神話性がかなり削られています。古事記に登場する神。具体的に見てみると、古事記に登場する神様は、最初に出てくるのは、雨のぬしの神です。日本書紀に登場する神。一方、古事記と成立年が8年ぐらいしか差がないと思われる日本書紀になると、 古事記の最初の頃の神々がさーっと消えていって古事記では途中から出てくる国のとこたちの神が最初に出てくるのです。はじめの神は国のとこたちの神というふうに出ています。骨末体に登場する神。この両者に比して骨末体と言われているものは古代文字、骨間文字で書かれているのですが、アイオあいうえおに当てた読み方ができるようです。この骨末体の中では 一番最初の神様として、雨の御親神が出ていて、二番目が雨の皆中主の神、三番目が国のこたちの神と、この順で三人並べてあるのです。雨の御親神が出ているのは、これしか私は見たことがありません。はい、はいえー。こういうふうに、えー、原点によって、日本最初の神が違っているんですね。えー、真実はどうかというと、 日本最初の神は雨の御親神であるということです。それも他の神様は当時の歴史として認識が可能なせいで2000年3000年前の神様であるのに必して雨の御親神の神は3万年前にまで遡る日本根本の神であり、実は地球思考神であるということがこれは真実であるということなんですね。 この「雨の御親神の神」も「国と子たちの神」も今回の霊言では地方の豪族の長であったということが明らかになっています3,000年と3万年ではあまりにも時間のスパンが違いすぎますね。真実の歴史を認識できるのは根本物である「雨の御親神」と同一の魂である シュ・エルカンターレ大川隆法総裁だけだということです、うん、私たち日本人のルーツというのは宇宙の根本物につながる雨の御親神様だったということですねそうですねはいこの辺りの詳しいことについてはぜひ本編でお聞きいただきたいと思いますはい、はい、それでは第2点のポイントについてお願いいたします。はいえー、第2のポイントはは中国を完全ににするには 超古代文明としての雨の御夜神文明を立てなければならないということです。日本がある時期世界の影響を受けたということは事実ですけれども、本来はこの3万年のスパンで考えると、日本が中国や世界に大いなる影響を与えてきた。影響だけではなく、日本が世界の原文明の発祥の地であったということが、 歴史的な真実であるということなんですね。この今の霊言の一つ前の動画でご紹介した、実はあの人とつ後に解かれた、ハのうちの少ない霊言神信仰国家でも詳しく解かれていますけれども、日本の文化は中国から全てが伝えられて繁栄したというような文化ではないんですね。そうなると中国の方が日本よりも偉くなってしまいます。えー、でも、 真実の歴史は中国4000年の歴史よりもはるかに古く日本3万年の歴史があるということなんですね。しかも3万年前富士山のふもとに20万人の大宇宙船団を組んで降りてきたということはその宇宙由来の文明がとても高度なものであったということを意味しています。なぜ3万年前かと言いますと 今回のレジェンドは触れられていないんですけれども。この。雨の御親神の降臨の中で。こういうふうに説かれているんですね。それでは。お願いします。うん、そうだな。その頃は大きな戦争があってな。やっぱり核戦争に近いものかな。そういうものがあってね。まあ、インドの叙事詩に残っている通りさ。核戦争があって、地球が滅びるかもしれない危機が。 一度あるんだよな。西南アジアの方の砂漠からゴビ砂漠あたりまで砂漠地帯が相当できただろあれ、文明が全部崩壊したんだよ。今のユーラシア大陸の方からムーとかレムリアとかアトランティスとかそちらの方に文明が逃げて移動していてね。ユーラシア大陸の方はしばらく放射能汚染に近いようなもので相当な激変を起こしたんだよ。 ちょっっとと文明の大崩壊がが起きたことがあってねそれでユーラシア系の一番近かった日本辺りにちょっと精神文明を作っておかなきゃいけないってそういうふうに思ったんだよね。もう一回今また落ち着いてきて現代文明ではユーラシア大陸がかなり力を持って広がってはいるわな。はい、はい、ということなんですね。実は超古代3万年前に一度 地球の今のゴビ砂漠のあたりに栄えていた当時はもう緑豊かな土地だったらしいんですけれども文明が核戦争で崩壊したということですね、うん、でそして新たな文明の高みを作らなければいけないということでこの地球神であるエルカンターレの魂であるところの雨の御,御親神がこのユーラシア大陸の東の端っこで緑豊かな 日本、この地に、この精神文明の高みを作るという新たな計画を立てられたわけですね。うん、だから、日本が新たな文明の中心地なんですね。そして、その日本に作られた精神文明の高みが、そこからまた、この放射能汚染が落ち着いた後のユーラシア大陸に、 流れていったということなんですね。それがなぜ日本に雨の宮上様が降りられたかの答えになるんですね。そうですね、まあ。なぜ日本なのかということの答えだということもできると思います。そして、この稲作っていうのは、これがどこから伝えられたかということなんですけれども、実はあもう一つの霊言の中で解かれているんですけれども、米というものは他の穀物と一緒に 宇宙から持ってこられた種で、そこから広がってきたものであるということが、竹の内の宿根の霊言の中で、この雨の宮上文明の中で米というものが宇宙からもたらされたということが伝えられているんですね。米だけじゃなくて他の穀物も宇宙からもたらされて、この地球人の食料計画として立てられた計画の中に入っていたものであるということです。 ですから、今、中国から、あるいは南の方から、日本に稲作が伝えられたというふうに言われてますけれども、そうではないということが、ここで明確にわかるわけです。米というものは3万年前に、雨の美容やがみによって、宇宙からもたらされた種が元になっているんです。それが、日本にまず根付いて、そして、ムーブンベに広がり、またユーラシア大陸に広がったと。 ということなんですねこれが神祖歴史であるということがこの霊言で明らかにされたとわけなんですね、うんまあこう。まさに日本が世界文明の発祥地だったということなんです、ね、そうですすねねそうこれでこの今まではなかなかちょっと少しひょっとした抵抗があったかもしれませんでもこの宇宙から稲の最初の米の種がもたらされたという,ということが明らかになったらこれが神図であるということを信じることができると。 これが、霊的な証明がなされたということが言えるわけですね。ですから、日本の方が中国よりも精神的にも文化的にも大きな高みがあって、それが中国の方に伝えられたということなんですね。そういった真実の歴史観を持ち、広めていくことが中国の中華思想、自国中心思想を完全に打ち砕く、鍵に なっていくということなんですね、うん、まあでもなぜ今の歴史では日本の文化は中国から伝えられたということになっているんでしょうかはい、えー、そのあたりがあ第三のポイントの内容になってきますねはいでは第三のポイントについてお願いいたしますはい、えー、第三のポイントは、えー、文明というものは一本上司に上がっていくものではなく上がったり下がったりしながら大きく肌を咲かせる時が来るということなんですね 今、日本は経済的にも政治的にも停滞し、宗教は一般的になかなか認められるのが難しいような状況であるかもしれません。でも、地球的にも宇宙的にも文明は何度も上がったり下がったりしながら円環を描くようにして、人間の魂は 経験値を蓄積し、神へと進歩していくものなんですね。その意味で、今の日本の状況が十分でなくても、自信を持っていいということ、これを説かれているということなんですね。これは一つの勇気の原理となるものであると思います。はいまあ、こう神様のの時代であったりりととか国の成り立ちを知ることは 国を大切に思う気持ちにもつながるので、やはりこう、神の視点から見た正しい日本の歴史を明らかにするのは本当に大切なことですね。そうですね。はい。その国の人が愛国心を持つということ、これがとっても大切になってきます。はい。それでは最後にまとめをお願いいたします。はい。えー、この霊言では、他にも富士山の宗教的象徴としての意味や、桜の花に込められた霊的な 天正輪廻につながる意味そしてそれに関連する武士道に伝わる自分の命を何のために生かしそして知らすのかという非常に霊的で精神性の高い教えについても説かれています。うんまあ、日本の象徴である富士山桜そして侍の道が説かれるんですね。 まあ、その、富士山桜侍の道、武士道が持っている精神的な意味というものが明らかになってまいります。この日本の精神性の高さと象徴としての富士、桜、武士道に惹かれて多くの外国の人たちも地球の隅々から日本に憧れてやってくるというのはそうした日本が文明の発祥の地であるということを どこか魂で知っていて、懐かしさ、郷愁というものを感じるからであるかもしれませんね。別の例言では、はい、宇宙人も地球の自己犠牲の愛の精神について学ぶためにわざわざ地球に来ているという話がありましたね。そうですね。宇宙的にもこのような高等知性を持った生物、人間として生きている生物の中でも、自己犠牲の愛、 っていうものを持っている星の住民っていうのは非常に珍しいということなんですね。うん、そういう精神的な高みを学ぶために、この地球という星は宇宙の中でも非常に大切な魂の修行場として、宇宙中の宇宙人の魂からも大切にされているということなんですね。このように日本初の雨の御親神による 精神文明の高みが現代文明の根源であるという霊的事実これに自信を持って私たちもこの教えを広めていきたいものですね。はい今回ご紹介いたしました霊言は5月26日水曜日より全国の支部少女でご拝聴いただけますははいいぜひ本本編を楽しみにご配聴ください本日は以上です。 ありがとうございました。